次の日、冷酷の踏切。せせせせせせつけい。いやー、せつけつけよ。次の日新作、久しぶりにやってきました。今回は踏切の話。まあ、踏切ってさ、自殺スポットとかでもよくあるけんさ、怖いよね。あとさ、今回さ、雰囲気が結構重い感じだったけどさ、その雰囲気を壊したくないけんあんまりふざけんかったけどさ、ふざけんスタートでやってみたけどさ、やっぱふざけたいけんもう一回ちょっとテイク2やって。カン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 次の日、冷酷の踏切。よう、鈴木康介です。こんな声で始めてる理由は特にありません。なんとなくやってみたかったからです。次の日新作。毎度毎度次の日、怖いからの、始めに行くわ。あともうこの顔の、この声はせえへんかな。普通に戻るわ。警告。線路に飛び込まないでください。飛び込んでもすぐには死ねずに、激痛で苦しくことになりますが、ガチです。自殺する人に対してもガチです。そうじゃ、自殺するために線路に飛び込んだところでね、死ぬとは限らんのよ。知らんけどさ。すごいマジレスが来ました。ほんまに警告的な警告だった。わあ、すごい、カン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 ってこれがすごい耳に響くわ。でも多分俺のカンカンっていいよ声も多分視聴者さん的には耳に響いてるだろうけどな、どっちの方が響きます？俺の方が響いてたらごめんなさいね。でも動画は見てね。さて今作はどんな感じで進むのか。毎度毎度さ、次の日さ、動画の動きが滑らかやし、すごいグラフィック上がっとんよな。今回の主人公はこの女の子か。いつも通り横に動いていく。これが次の日の基本。誰だ？あー、モブキャラ、なんか見たことある。なんか手前のこの水色の服の子見たことあるぞ、俺なんか。なんか何作か前の次の日に出てきた気がするんやけど。何作か前の次の日の主人公ってこんな感じじゃなかったっけって思うんやけど。街並みがすごいさ、細かく描かれとんよな。この、定食屋の、食品サンプルとかな。双子の妹が踏切に飛び込んで死んだ。あ、片方が自殺したっていうところが始まるんだ。そのもう片方がもう映ってる、映っとるんよ向こう側が。リボンだけ違ってちょっと違いますよアピール、違う人ですよアピールしとる。全てが同じであるはずの妹。双子あるある、何か違うものを身につけないと見た目だけで判断できない的なやつやな。同じ服を着て同じ学校に通って、これさ、たまに入れ替わりたくてさ、その赤いリボンと紫のリボンを入れ替えたりするよな。知ってるぞお前。私より少しだけ可愛く、少しだけわがままで、ちょっとだけ性格が違うんか。夏っこく私をお姉ちゃんと呼んだ。あ、亡くなった妹の方か。つまり。でも、私は、なんだい、カムーンアート。あ、俺が決定機を収めたら進まないらしいわ。私は、私は、何なんだい？あなたは、あなたは、何なんだい？私は、VTuber。妹の死は悲しかったけど、私は、双子の呪縛から解放された気持ちだった。ああ、双子とか兄弟ってさ、比べられるけんな、周りから。
妹の方がちょっと人気があったパターンのやつかな、これ。妹の人気に嫉妬してる姉みたいなポジションかな、これ。おー、妹が後ろから見てますよ、姉ちゃん。下の子は上の子のことを背中を見て育つって言いますからね。死んでからもそういうことだったんですね。葬儀のところに飾られるやつ。次の日だ。しかし主張が激しいな、次の日。これはだんだん次の日に変わっていくんですよ、皆さん。これは次の日の定番ですよ。しかし二日目はまだ何も変わらない。でもだんだん変わっていくよ。よく見てて、みたいな感じでさ。なんかアハ体験みたいにちょっとずつ変わっていくけんな、どっかが。一日経つために。そのどこが変わっていくかっていうのもね、ちょっと楽しみながら見ていけるのが次の日だと思いますんでね。あ、向こう側リボン一緒や。さっきまで赤だったのにな。ちゃんと映っとんやな、今回。自分の姿が。成仏したかな。けど特になんか1日目と変わっとる様子はなかったな。あー、後ろからなんか来とる。後ろからなんか来とるよ、鏡の方。ガラスの方、なんか吸い去っている。誰、見たことある、この子も。このランドセルの子も見たことある気がする。次の日の第3話だったっけ、その辺りに出てきたんじゃないかったっけ、この女の子。さりげなくガチャガチャの絵とかさ、怪奇探偵とかのポスター、猫のポスター、若干イラスト変わっとるよな。あと刺繍次の日のポスターとかなかったよな、さっきまで。細かいところを見たらさ、ちょっとずつ変わってるんだよな。ポスターの貼られてるポスターのグロテスクとかちょっと上がっ、なんだ、なんか貼られてるぜ。ビニールシートが。ブルーシート、え、また誰かが飛び込んだの。でも今確かに踏切の音が。そうだな、ミラーに映ってる、なんかカミキリムシみたいな触覚の女の子。女の子かなこれ。みんなカミキリムシっていう虫見たことあります？それの触覚がこんな感じだったと思う俺。覚えとるけどさ。おやおや、向こう側で誰かが変装をしているよ。ポリスメン、ポリスメン、助けてポリスメン、てってポリスメンはそれに気づいてないようだ。てか誰も気づいてないわ。あー、ポリスメン、ポリスメン。ポリスメンがいきなりやられてしまった。ポリスメン、ポリスメンに何の罪があったんや、ポリスメン。あー、出てきた。主張が激しいな、今回の次の日は。3日目、どんな変化が起こるんや。ポリスメンどこ行ったんだろうな。ポリスメン大丈夫かな、ポリスメン。てか、切り濃いな。えらい切り濃いな、これ。ドライアイスがそこら中で落ちとんかな。え、この町ドライアイスが名物なん？名物ドライアイス切り。踏切の音が聞こえる。もう復旧したんだよね。早いな。復旧早いな。おいおいおい。もっと復旧しないといけないところがたくさんあるんじゃないですかね、他に。おい、向こう側に、おい、カミキリムシおるぞ、カミキリムシ。はい、カミキリムシみたいな触覚の女の子がついてきおる。もうそこら中で不穏な雰囲気が出てる。けど鏡に映ったわ、自分自身が。妹さんどこ行ったんだろうな。一日目、妹ちゃんがちょっとおったのにな。あー、妹、妹どうした、妹。青鬼みたいな顔やっとるぞ、お前。てん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 みたいな感じで音鳴らしながら追いかけてくる感じになってる。向こう骸骨が、なんかCR 骸骨みたいな、パクチンコみたいになったらね、お前。パチンコみたいになったら、テラララみたいな感じで、スロットみたいになったら、お前。どうして電車の音がすごく近くに聞こえる。CR 骸骨があったな。スロットやりよったな、なんか。ここ。
散髪屋さんなのにさ、理髪店なのにさ、CR 骸骨のパチンコスロットになっとったぞ、お前。おっと、ささやきかける妹よ。全然聞こえてない。シカトしている。姉シカト。姉のシカト。おっと、髪切り虫まだできないな、お前。お前、主張が激しいんじゃ、髪切り虫。あ、髪切り、こんな顔だった。髪切り虫のブサイクやか、うん、右の子。髪切り虫どっから出てきた、この女の子は。助かってないんよ。もう助かってないんよ。はい、スロット来た。スロット来た。CR 骸骨。あーキャーが、ガラスが、危ないなぁ。危ないだけで済んどね。あー、全然ガラスの中は危ないで済んでないけどね。あ、亡くなった遺族の方か。リアリティがすごいよな。顔のリアリティがすごすぎるよな、このゲーム。うん、昔を作る人はここまでリアルじゃなかったよな。昨日亡くなった人の家族かな。ああ、カビキリムシ。もう、エイペックスレジンズだったらこれぐらいしか顔出さんかったらさ、敵からダメージあんまり受けんのよな。ババア、声が小さいから聞き取れんのよ。字幕があるけんなんて言うかわからんけどな。もういろいろと突っ込みたいところがあるけどな。ちょっと突っ込み疲れたところがあるわ。放棄。ババア！ I'll be back ババアが来た、おい。地の底に沈められたぞ、ババアが。大丈夫か、ババア。あー、もうやりたい放題や。やりたい放題や。世紀末みたいな感じになってる。やりたい放題やな。ここまで来てな、お前ら。もう、切相ないな、お前ら。あー、ポリスメン！ポリスメン！イナバウアー！ポリスメンのイナバウアー来ました。イナバウアーって誰だったっけ？何静香やったっけ？荒川静香か。だいぶ昔の話じゃないか。今さら。あ、めっちゃ葬儀の曲だね。希望の花。もうフリーシア歌ってあげたいわ。もう霧が濃いんよな。なんなんミストって映画なん。あれなんかあの、うつ映画のミストを感じさせるな、お前。最後は悲惨な目にあるぞ。いや、次の日、毎の毎度悲惨な目にあったけどな。キソロギー。そんな駅名だったっけ？まあ、前の駅名見てないけどな。誰か来たー！妹！妹が肩を寄せてきたー。これだけ見たらさ、慰めてくれみたいな感じなんだろうな。悲しいことがあった妹を慰める姉みたいな感じなんやけどな。顔がな、誰か来たー！お前、髪切り虫！お前に関しては誰だよ、子供なんか後ろに、もう弟連れてる。私が死んで、本当は嬉しいんでしょ？あ、出た、CR 骸骨。CR 骸骨来ました。でも、聞いてほしいの。もうさ、8割方死んどるな。街の8割方死んどるよな。私は、呪われた電車に引かれて、ポリスマンも呪われてますね。もう救いはないな、この世界。臨時休校になってる。永遠に休業してるだろうな、これ。気づいたら知らない駅に迷い込んでたの。もう俺も知らないような街に迷い込んでる。誰だ、お前ら。なんだ、このポーズ。誰に戦って礼をしているんだい？本当に？聞こえないの？お姉ちゃん、お姉ちゃん、聞こえないふり。
あの日も今日みたいに霧の濃い朝だった。見つめ合い、見つめ合う二人を。あの日、お姉ちゃんに置いていかれた私は、一人で学校へ向かう途中で、奇妙な音を聞いたの。いや、俺も奇妙な音聞こえてるよ、今。グゴゴゴゴゴって聞こえてるよ。多分君と同じ状況だよ。何今の倍速。7今の倍速は、出た CR 海外骨。ねえ、ガラスがパリンで割りて。すぐ横を電車から走るような大きな音と衝撃だった CR 海骨か。そして私は何かに引き込まれるように。まだ倍速や。あ、鳴り響く踏切の中に、飛び込んでしまった。わー、出た骸骨。骸骨だらけやな。この電車は死者たちを乗せてもうすぐ出発するみたい。そうですか。私は生きてるんでね、みんな私は乗せないでくださいね。私のことは気にせず行ってください。はい、行ってください。私は学校行くんで。なんか来た妹よ。そのぐちゃぐちゃっていうのやめないか。私たちずっと一緒だったよね。わ、仲のいい姉妹とか言ってられる状況ではね。なんか沈んでいったぞ。だからお願い、お姉ちゃんも一緒に来て。断る。私は未来へ歩んでいくんや。やめて、連れて行かないで。ほら、お姉ちゃんだってこう言ってる。私はまだ死にたくないの。正論である。それは生きてる人間は死にたくない。それが当たり前。ガーン、ショックやわー。一緒にいてくれた、ショックやわー。来るかな。そうそう、次の日。ああ、 CR 骸骨来て、次の日か。 CR 骸骨、お前大活躍やな。 CR 骸骨、スロットマシン。おい、次の日、キサラギ駅へようこそ。わあ、何の違和感も感じず歩いているこのお姉ちゃんも、おかしいわ。妹よ、どこへ行く。え、何も感じん、このお姉ちゃんのハートどうなってんの。メンタル強。お願い、私を連れて行かないで。連れて行くなら南を甲子園に連れてって。で電車とかそういう概念なくなっとうからな。頭ないよ。あー、ポリスマン。もう残酷なシーンをさ、もう安売り合いにせんでもいいだろうに。そんな安く売り出してもしょうがないよ、お前ら。お前らに関しては誰やねんって話なんやけどな。妹が飛び降りたんはなんか控えて診断も分かるんやけどさ、お前ら兄弟に関してはだった。え、寿命で亡くなったんじゃないですか。寿命です、寿命です、寿命です。あなたに関しては寿命です。仕方なかったんです。人間いつか死ぬ。寿命が尽きれば死ぬ。そういうことなんです。ああ、骸骨さん。あなたはポリスメンですか？誰やねん、お前は。お前に関しては誰やねん。
お前おったっけこれまで。あ、寄ってきた。そもそも誰やねん、お前は。お前に関しては誰やねん。めっちゃ見ついてる。耳元でささやくな、骸骨になった。漏れなくこの辺の人は全員骸骨になる運命で、それが CR 骸骨。スロットなんですね。スロットでお金を失った人間はこうなる運命なんですね。はい、俺の方が怖い。はい、俺の先ほどの方が怖かったんで、お前らはあんなに怖くありません。はい。はい、俺の方が怖いんでね。はい、お前ら負けな。あ、妹よ。そろそろ話し合いで解決しませんか。私、こっちにいてもなんか未来が出さそうなんですよ。だからこの状況を打開するために向こうに行けて。何このシュールな光景。みんな ET にハマり始めてきてるんや。ET 何年前の映画やね、お前。ET、残念ながらそっちにはね、ET はいないんだよ。あるのは地獄だよ。妹よ。ちょくちょく現れるのは目障りだ。キサラギの文字が読めんぐらいに錆びついてやがる。どうした？どうしてこの駅に？知らんよ。じゃあ君はどこに向かっていたんだい？ああ、もう地獄の豪華に焼かれるような真っ赤な空。ごめん。ごめんね。目は赤いけど結構綺麗な気がする。ガラスがパリーン。ガラスが俺のかかってめっちゃ汚いかかってくるよ。ガラスが殺意がすごいんだ。私はあなたと比較されるのが嫌だったの。やっぱりか。わあ、ガラスの殺意がすごい。ガラスの殺意がすごいわ、お前。あなたが死んで、双子の呪縛から解放されたって。どこまで骸骨だけでもよくない？まあ、まだ妹が来た。寄り添うには妹が。なんかちょっと妹の方が身長高かったかな。私たちずっと一緒だったよね。お願い、私を連れて行かないで。もう誰かわからんのよ、お前ら骸骨になりすぎて。だからお姉ちゃんも一緒に。ごめん、ごめんなさい。またこっちですみたいな感じで指ささんでええよ、お前ら。 ET のブームは終わりましたよ。お姉ちゃん、声は綺麗なんよ。声は綺麗なんよ。透き通るような声。こんな感じで ASMR を聞かされたらすぐに眠っちゃう。もういいよお姉ちゃん。なんかデビルマンみたいな顔になってる。妹がデビルマンみたいな顔になってる。デビルウィング。あ、私は一人で旅立つよ。デビルウィングでか。デビルウィングでか。お別れだね。デビルウィングでか。本当？分かってくれたの？デビルマン。デビルマンがホラーマンになってる。どうして？なぜデビルマンはホラーマンへとなってしまったのか。あれ、なんでこれ、どういうこと。どうしてあなたはいつも。ああ、僕は死にません。止まれ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 、僕は死にません。ああ、
バイオリンの演奏がうまい。というわけで皆さん、次の日、冷酷の踏切、改名して CR 骸骨、楽しんでいただけましたか？僕はこの CR 骸骨というスロットを打ち続けたんですけど、5時間で8万すりました。皆さんはそういうパチンコとかスロットとかそういうのはね、節度を守ってやってくださいね。それにガチでハマり込んだらね、破綻なんでね、全くゲームと関係ないことを喋ってますけどね、そういうことなんでね、皆さん、ギャンブルっていうのはね、ちょっとね、たしなむ程度にやりましょう。皆さん、制約アイムシアン、シアンさん、いつもありがとうございます。半年に一作ぐらい出てきようなつるの日、毎度毎度楽しみにしています。毎度グラフィックがすごい上がってるなって思っております。今回もさ、すっごいマガマガしいってグロテスクやし、こんなグラフィックに驚かせております。この声は ASMR で聞いたらすごい癒されるんやけどな。I'm sure。 ヒュー、To be continued to 夕闇の並走電車。あれあれ、そうよな、ボードに出とったもんな、この女の子。やっぱあの時の夕闇の並走電車の主人公よな、この子。あ、過去編だったんじゃ。あれの過去編だったやな、これなんか過去作とのつながりが見えてきたぞ。そしてこの画面であります。なんか生前の記憶をたどるとかありますけどね、なんかもう死んだこと前提で話進めてますからね、これ。たどってみたろうか、もうちょっとやってみたろうか。なんか家の中でプレイされてるというわけで、今回冷酷の踏切、過去作のね、電車のやつの過去編だったよな、これ。あ、こういう感じでストーリー繋げてきとんじゃ。というわけでね、今作を見た、今作から見てくださった人、鶴の日の過去作にね、これのね、ストーリーが繋がっとる作品があるんですよ。さっき見た通りのタイトルのやつね。なんでね、鶴の日シリーズ、これまでの作品全部やってますんでね、この動画から見てくださった人はそちらのホーム見てくださったらありがとうございます。動画説明文に再生リスト、次の日の動画集めた再生リストもありますんでよろしくお願いします。面白かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。週明け